桜井警察署の1日署長に移植される吉田桃香1日署長とは警察署、消防署や税務署など署を称する機関が有名俳優、女優、有名タレントなどを1日に限り署長に起用する署の PR イベントである。海上自衛隊自衛艦隊護衛艦隊第1護衛隊軍第1護衛隊の1日隊司令に移植された 上坂すみれ警察のた日所長は、一般的に、特別運動活動の一環として行われ、防犯、交通安全などを PR するのが目的で行われる。消防署のた日所長ならば、防火や救急活動の PR、税務署のた日所長であれば、正しい税務申告の PR、自衛隊の1日駐屯地指令は、駐屯地の一般公開日における、 広報活動が目的である。1日所長と似たようなものとして、毎年1月10日に110番の日として、各地の警察本部で110番による通報の処理を担当する通信指令部門の1日の任命がある。通信指令部門の場合は110番の PR ということになる。また、稀に警察署の上部組織である方面本部で、 ついた方面本部長が任命されることもあるが、警察本部レベルでのついたち所属長イベントは行われていない。なお、フィクション作品でのギャグとして、ついたち所長に任命された芸能人などがその日発生した事件対応の指揮を取ったり被疑者を逮捕するなどの描写が見られるが、ついたち所長とは、 所長権限を委任したり警察官としての司法警察権一切を与えるものではないので、追日所長が任命されている間もその署の本来の所長は解任されているわけではなく、所長業務の一切を行っている上、追日所長イベントに同席して参加していることも多い。基本的に追日所長イベントは当該所が企画立案を行い、イベント自体も 管内で行われるので、地域性が高いイベントになる。しかし、場合によっては、警視庁など警察本部主導で行われることもあり、その場合、警察本部の総務部や刑務部が担当する。ただし、1日所長イベントを行う予定があっても、その直前に所轄管内で大きな事件が起きると、捜査に集中するため、1日所長イベントを中止することがある。 一日所長となるタレントは、所長室で行う一日所長任命式に出席し、任命証を受け取って、正式に一日所長任命される。実際の各所の所長人事は、上部機関で人選、任命される。警察の場合は、警察本部が人選、任命ということになり、警察署の所長室で、任命式を行うことはない。任命後、一日所長は、 礼式の指導などを受け、下記のような活動を行う。ちなみに警察及び、消防の追立所長として活動中は、基本的に制服を着用しており、公式行事には、制服姿で出席する。ただし、力士などのように大柄な人物が追立所長に任命された場合、サイズが合う制服がないので、本人の清掃で代用する場合がある。罪とか罰とか、 ありがとうございます。